反反日日っってどっちでですか反日は自民党政権でしょ今、保守を名乗ってる政治家も政党も、本当に国を大事にしてますか国を愛してますか逆のことやってませんか今、保守だ。いや、私は愛国者だっていうのは、国の社会の人々の暮らしや人生を守るんじゃなくて、増税をしてですね、徹底的に痛めつけて、 1> 1世紀は同じ同胞なのにもかかわらず徹底的に強いてあげてる、これ、どっちが、どっちが保守なんですかで、そういう人は、令和新選組のことを反日だって言うんですけど、反日ってどっちですか、反日は自民党政権でしょ、保守政治がここまでおかしくなっちゃった、そのおかしくなった結果、皆さん知ってますよね、どういう人が政治家になったか、杉田美桜さんですよ、違いますか、国の恥ですよ、保守の恥ですよ。 ああいう人たちが保守と言って、ね政治家になるのはまあ、それはいいとしても、それは良くない、日本のため、国のためにはならない、それに対抗するためには、本当に国のことを考えて、社会のことを考える、そういう政党が必要じゃないか、その政党をもっと大きくしていくのが筋じゃないか、そうなっていくときに、一番私、希望があるのは、令和新選組だと、アメリカから外交も安保も自立しましょう、これ、どこが最悪なんですかね。 これ保守でしょうアメリカの基地をなくして、日本の国土を取り,り戻しましょう。自分たちの土地、先祖から受け継いだ土地をアメリカ軍に従人されて、在日米軍に従人されて、このままでいいんですかこれ保守じゃないですかどこが左翼なんですかどこがポピュリズムなんですか本当の愛国心というのは、国や政府を無批判に素晴らしいっていうことですか 違いますよね。本当の愛国心があれば、国や政府が間違った時にノーと言わないといけませんよね。これこそが愛国心じゃありませんかそして、一票るおおありがとうございます。え一票獲得ですが、しかし、この国や政府がもし本当に間違ったとき、愛国者ならノーという、これが一番できるのが令和新請組じゃありませんかですから私、代表選挙に立候補したわけであります。